いや、そろそろの時期じゃない？何よって、もうそれはもちろんあれでしょ。エースを助けたい！いや、何回かね、頂上戦争、経験してきたんだけど、そのどれもが、エースを助けられなかった。こうなったらもう、はっ！よいしょ！俺自身が、エースになるしかない！今回こそは頂上戦争を生き残ってみせる、エースとして、シャリアです！今回は、ワンピースの世界で、エースの力を極めていきたいと思う！ついに来たぜ！俺自身がエースになる日だ！そのためにはとりあえず、このメラメラの実を食べていこう。借りるぜ力、いただきます。で、今回の目標としてはこのエースの力を極めていきながら打倒頂上戦争三大将を縛っていきたいと思う。今回こそ死なせないからな、エース。まずはいつも通り牧野さんに話しかけて海賊になりますと。行ってくるぜ牧野さん、必ず俺は生き残ってみせる。何今のめっちゃ死にそうなセリフ。さあ早速外に出るか。さあ出た瞬間にめちゃくちゃいる。だけどロギアだから効かない。痛くも痒くもないわ。味方を、お前らちょっと待ってくれ。お前らの攻撃が俺をつけて味方に当たってるんだって。なんて無駄。ホタルビ、火だるま。俺なんか今めちゃくちゃ悪いことしてる気分だって。結構技の種類もね、たくさん豊富にあるからどんどん使っていきたいな。いくぜ、火がはん。これでよっしゃよっしゃよっしゃ。強いぞこれ。まあ、ただね、この左下にゲージがあると思うんだけど、これをね使っていくんだよね、技を使うには。だからこうやって火眼を連打していけば徐々に減っていくと。このゲージがない状態で、ね、戦闘入っちゃうとね、マジでもうほぼ無能力者だから、そこだけ気をつけよう。十字架。いや、このもうモーションというか、この演出がかっこいい。そして知らぬい。よし、悲願でも少しずつダメージを与えていくと。オーケー。エースの力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。いやー、三大将どれも強いからな。果たして俺は守りきれるのか。じゃあちょっと村行ってみようかな、近くにちょうどあるし。今回の目標は三大将同時撃破だから、だいぶ骨が折れそうだけど、こういうところでアイテムを回収していくのも生き残る秘訣かもしれない。てかもうね、メラメラの実はね、なんて言ったってね、この足にメラメラを装備させて飛べる。個人的にこれが一番強い。しかもこれ早いんだよね、めちゃくちゃ移動速度が。最強技ですこれ。まあ、ただとにかくレベルを今上げたいな。でね、三大将はね、もう全員ロギアだから武装色を手に入れる必要があるんだよね。武装色を手に入れるためにはレイリスさんのところでエメラルドで修行をつけてもらわないといけないんだよね。だからエメラルドをね、集めるのもね、めちゃくちゃ大事。こういう村人に話しかけて、オーケー、エメラルドを取引していく。さあお前はなんだ。うわー、小麦でかすぎ。小麦なんてもう腐るほどあんだから、もうどんどん上げちゃう。ただね、麦わら帽子ないとね、交換してもらえないんだよね。ルーフィーとちょっと最初戦っていきたいな。熱い兄弟バトルをかわしたい。さあいたぞ、モンキーディルフィーだ。ちょっとじゃあ兄弟喧嘩でもしますか。まずは一発ぶん殴って、さあバトルしようぜ。ギアセカンドかこれ。さあ近づいて、ホタルビ火だるまからのちょっと強化炎で牽制しつつ、いって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 、ダメだ近づいたら。さすがにルフィの範囲か。だったらこうやって離れてからの火がおらやばい。意外と移動速度速いぞ。ルフィに弟に負け。あ、びっくりした、死んだかと思った今。さすがにそんなでやられるわけないよな。俺ちょっと加勢するか。兄弟喧嘩の邪魔すんじゃねえ。そしてすぐさま標的変えて、すれ違いざまに逃げる。さすがに弟には負けらんないぜ。十字架からの知らぬい。よし、当たってるぞ。ただやばい、ちょっと離れるだけで興味を示さなくなってしまう。俺にルフィは興味を引くしかないか。行くぜルフィ、引けへんぞ。なんて威力だ、すごすぎるこの威力は。やめたらやばい、このままルフィ倒しちゃうとルフィの麦わら帽子が燃えちまう。ダメだ、使えないわ今は、ルフィ相手には。だから地面が燃えないような技で殴っていくしかない。いや、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。さすがにめちゃくちゃ追われてるぞ俺。いやあ、情報量がエグすぎる。くっそー、お前らよくも許され。大宴会、これがルフィの仇だ。エンジェイ。くそ、忘れねえよルフィ。俺はお前のこの麦わら帽子は俺が引き継いでいくからな。兄弟喧嘩を邪魔された、なんて最後なんだ。まあ、ただこれで麦わら帽子はね、手に入ったから、さあ取引しようじゃないか。レイリーさん、よし、これでエメラルド5個とこの武装色の覇気が交換できると。ありがとうレイリーさん、修行をつけてくれて。さあこれで武装色も使えるようになって、はあ、ロギア相手にも戦えるぞ。あとはレベルを上げるだけだ。とりあえずもう早速頂上戦争行って三大将挑むよりは、あの憎き黒ひげ、あいつをぶっ倒して俺の運命を変える。そのためにレベルをね、こうやってどんどん上げていこう。さあいたぞ、憎き黒ひげが戦ってんな。早速俺もじゃあそろそろ攻めるか。やべえ、吸われた。うわ、飛んでても吸われるな。じゃあ飛びながらこうやって火眼を空中で放つ。これは対応できまい。ただやべ、意外と HP 削られてんぞ。戦ってるこの隙に、引けーん。うわ
威力すごいな、何回見ても。早速かますか。宴会あ、溜めて溜めて火柱どうだ、あ、疲れる、やめて、もう俺も座れる。十字架で、こうやって遠距離から炎を与えつつ、もう一発必見、当たってるぞ。そろそろ体力も尽きてんじゃないか。それなら、大宴会俺物事遠距離よつえ倒したぜ、黒ひげ。いや、強いな、大宴会炎帝、やっぱり。炎上も使ってね、こうやって囲むこともできるから。これでちょっと憎き黒ひげももうやっちまったし、そろそろじゃあ、頂上戦争向かうか。親父、行ってくるよ、俺。頂上戦争に。え、なんか、え、むしられてない？気のせいだよね。うん、すんごいどんどん遠ざかってく。背中向きながら。それほど期待してるんだな、俺に。絶対生き残るよ。そしてまさかの本人登場。いや、守りてえ、俺はエース。今回は俺がエースとして戦ってくるから。行ってくるぜ、エース、俺は。絶対に勝つんだ。お前も逃げるんだ。そうだよね。俺はやっぱり、鶏しか、お前も逃げるんかい。さあ、三大将来たぞ。やべえ、もう早速来てるな、こっち。やるしかないか。誰から倒そう。やばい、これ。一番厄介なのは多分、青吉だと思ってるから、青吉まず倒すか。ルービーもいる。やるしかねえ、フェザントベック撃ってきてるけど、避けて、武装色の秋を使って、さあもう空中から、いけこの空中からどうだ、当たった、当たってるぞ。で、これ避ける。いいね、避けられてる、フェザントベック。もう一度、引けん。よし、フェザントベックを燃やし尽くしたぞ。そして上空から、悲願。ほらいいぞいいぞいいぞ。やべ、近づいたらまずいか。いってフェザントベックマジで避けて。このすれ違いざまにホタルビ、火だるま。やっぱりこの被験が一番強いけど、なんか後ろから撃ってきてんだ、キサルカ。あぶれ。やばい、もう周りが氷だらけになってる。ただ、逆にこれ溶けて、水に浸かって能力使えないみたいなのあるんじゃない？被験でもこうやって、水を溶かしつつって言ったけど、やばい、無理か。もうそれなら撃っちまうか。大宴会死ぬ前に、炎帝を撃ち込む。オーケー、行ったか？やばい、固まってるぞ。その固まってるところにこの被験をぶち込む。当たってる当たってる。ここに炎上も使って、このフィールド、フィールド狭まーブロックの関係でめちゃくちゃ寒くなっちゃった。全部避けるよ。オッケー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 。やばい、シャンクス来てるって。止めに来た、戦争も。青生地強え、やっぱり。キザルマ、よーし、倒したぞ。まずは1体目の大将、撃破だ。さあ、そのままこのキザルに向かって来て、フィールドがえぐい、もう。一面やばいぞ、当たら。おいおい、いいのか、使っちまうぜ、そんなんじゃ。大宴会、チョッパー逃げてくれ。俺もう止まんねえよ、これ。いや、もう行くしかないか。お前を信じる、チョッパー。遠征大丈夫だった、よかったよかった。たら、いいのか、そんな水使っちまってよ、キザルさん。からの被験で殴ってく。やばい、撃ってきてる。水に使ったとて、撃ってくるか、キザルは。もうこのままもう、被験で、ゴリ押す。ただ、そろそろ水も消えたら、宴会火柱ハクソ、むずい当てるのが。被験でもう地面ごとえぐりながら、馬もやっちまったけど仕方がない。尊い犠牲だ、これは。いや、早いね、移動がさすが。知らぬいで、殴って、いや、無理だ。早すぎて当たんねえ。もうこの悲願でも一生殴り続け、よーし。さあ、最後、赤いる。今度はやられねえぞ。俺がえぐる番だ。さあ、このマグマ避けて、固定ダメージの、危険空中から撃つ。やべ、また馬やっちゃった。マルコも来てくれてる。意地を見せる時が来た。さあ、行くぜ。ここからは怠慢だ。まずは、避けて、ホタルビ、ヒダルマ。からの悲願で、もう焼き熱い十字架。やばい、海賊がやられてる。俺が守らないと。もうやるか。焼き尽くしてやるぜ。大宴会遠征よしからの、こっから、どこいた？いたいたいた。危険！これで地面すらえぐっていく。もう一発大宴会。遠征使って、オッケー。これダメージ入ってんのか？よいしょ、いいぞ。入って入ってダメージ。どこ向いてんだ？やべ、武装色切れてるから当たってね。もう眼距離引け。やべ、当たった当たった当たった、あっぶれ。マグマがえぐい。もう最悪左バレンダする。おら、なに？穴が開いたらと。来いってことか。こっちで。よしよしよし、いいぞ。このバカ狭い空間で、蹴りをつけてやる。避け回りつつ、避けて避けて、やべ、ただ熱い熱い。うわこのバカ狭い空間で溶岩もめちゃくちゃ流れ込んできてるけど、もうマグマに燃える前で、いや、もう、やんだここ、どうなってんだこれ。一旦これもうちょい下行くか。そこを最終決戦の場所にするってか。俺も行くぜ。まあ、今暗いけど、このマグマでなんか明るくなりそうだから、危険を使って、オッケー、明かりを灯していく。よしよし、いいぞ。こんな危険の使い方あった今まで。さあ、もっと明かりをつけていくぜ。大宴会を使って、ここで炎帝を使っていく。もうこの空中から彼岸を連続でもう撃ちまくる。ここで彼岸を撃ちまくる。よっはー倒したぜ、赤犬。これで三大将全員撃破だ。いや、もうなんだこの地獄絵図は。よし、帰ってきた。改めて見たらえぐいことなってんな、ここら辺。いや、よかった、でもエースで倒せて。ちょっと待てよ。俺、死んでね。さあ、これで無事に三大将を倒して、エースの力極めたって言っていいんじゃないか。まあ、ただ何回かやられてしまったのもあれだな。ちょっと心残りではあるか。やっぱり俺はエースを守る側じゃないとな。またどこかで頂上戦争があるかもしれないから、その時こそは一回も知らずに守りたい。何回起きんだ頂上戦争は。